んにちは、BAチャンネルのBAです。今日も見てくださりありがとうございます。桜吹雪の花が咲いてたくさん種が取れたので、今年も種まきをしようと思います。最後までよろしくお願いします。桜吹雪の花の開花時間はとっても短くて、昼過ぎ2時前後から咲き始めて数時間でしぼんでしまいます。油断していると夕方にはしぼんでしまうので、今年もなかなかお目にかかれず焦りました。やっとカメラに収めることができてほっとしています。BA チャンネル。桜吹雪の成長を収めた動画は過去動画にあります。説明欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。花が咲いた後は花びらがしぼんでカラカラに乾くと、こんな風に自然に縮んで取れていきます。取れてしまうと中から白い鞘のような形が現れて、その中に種がいっぱい入っています。白い筋の間から白い種が少し見えてきたら収穫しても大丈夫なようです。他の多肉のように細かな受粉作業も何も必要ありません。花が咲くのを見たら、乾燥しきって種がこぼれてしまわないうちに採取して巻くだけです。簡単ですよね。発芽率もすごく高いです。 BA チャンネル。調べてみると桜吹雪の種まきの適期があるようで、知らずに去年は6月末に巻いてしまいましたが、無事に発芽しています。確か9月から10月だったと記憶していますが、念のためもう一度調べると7月から10月になってて、インターネットの情報ってどれが正しくて間違っているのか見極めるのが難しいなぁと改めて思いました。発芽は2日から1週間くらいで双葉が出てくるようです。本葉が出てきた頃にプラグトレーに植え替えています。その後の成長は多肉の中ではゆっくりめの方じゃないかなと思います。今年は水肥をあげたので心持ち大きくなるのが早い気がします。初めて種まきした時は本葉が出た後一向に成長しないので大丈夫かなと心配しました。過去の成長記録動画を見てくださるとわかると思いますが、小さな葉っぱ 2,3 枚でずっと成長もしなければ枯れもしないのが不思議なくらいです。私の経験からですけど、頻繁に植え替える方が大きくなる気がします。ということは、ここから私の推測ですが、肥料好きのお水好きなんじゃないかなと思っています。種が全部取り出せたので、これから巻いていこうと思います。ここのところ鉢底石は軽石を使っています。何でもいいと思います。いつものブレンド土の上に鹿沼土の砕粒を乗せていきます。これは決まりではなくて、去年こうした方が発芽しやすかったという私の経験からです。こちらは去年種をまいた時の約4ヶ月後です。鹿沼土の右の鉢の方がたくさん発芽しているのがわかると思います。
最終的にはどちらもマイタ種のほとんどが発芽しているので、早く発芽するか時間がかかるかの違いがあるだけのようでした。鹿沼土の色と種の色が似ていて見えにくいですね。今回は種の上に土はまきませんでした。この後も様子を見ながらお水あげをしようと思います。お水をあげすぎると苔が生えてくるし、あげなさすぎると種が乾燥しそうだし、加減が難しいですよね。余った種はこれから採取する種と合わせてもう一度時期をずらしてまくつもりです。 BA チャンネル、去年まいた苗の現在の様子です。今年の春ごろに水肥をあげて、それが効いたのか一部の苗はすでに子立ちしてきています。左上の白い鉢が親株です。あとは初めて種まきをした時の苗が大きくなったものです。今育てている苗が大きくなったら寄せ植えにどんどん入れていけたらいいなと思っています。今桜吹雪のお花が咲いているお家の方、種を採取してまいて育ててみませんか。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。